Nanda. Eh? Nanigata. Yeah, Nanka Bakhatsuko Dokode. Oi, Hanta! Hello everyone and welcome to Brink Gaming, and today we are going to continue playing Yakuza Kiwami, and this time we are going to continue with chapter number 7. So I think we have completed chapter number 7, so we are going to continue playing that. So without wasting any more time, let's continue playing chapter number 8. So yeah, let's continue the scheme, shall we? And before going further into the game, make sure to like the video and subscribe to the channel if you are new. Let's continue. Thank you.
いらっしゃいませ。 ありがとうございました。 許してください。
酔っ払ってたみたいですね。あれからちゃんと家に帰れました。そんなに酔ってた？そうか。ええ、少しお酒が過ぎたようですよ。じゃあ、ご用もお済みのようなんで。 あんたの勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい、あの、詐称ですが、ご迷惑料ということで、こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。 無理だな。もちろんこれだけじゃありません。お耳寄りな情報がありまして、あのあるラーメン屋の地下に秘密のカジノがあるんです。出入りの合言葉は半ちゃんラーメン梅雨だく。あとは店の主人が案内してくれますから。それじゃあ俺たちはこれで。本当にどうも すいませんでした。
よろしくお願いします。おい。申し訳ない。
Hey. Hey. いらっしゃいませ。 けど。 達人？ そうなんだ。経験豊富なんですね。私も実は私まだキャバのおし、それはもちろん。というかですね、私が男だったら お客として毎日キャバに通う。はい、私女の子が好きなんです。右を向いても左を向いても可愛い女の子ばかり。まさにここは天国です。さあ、周りに男の人がいなかったから。 とりあえず、なんだと。そんなことないですよ。女子校だったらどこもできますよ。だって桐生さんだって同性の人恋愛対象じゃなくても話ぐらい。なるほど。 本当？キャバってお給料いいじゃないですか。
そうなったらピンチです。こんないい職場経験しちゃうと、もう他のバイトにはも、今のうちにできるだけ稼いで、しっかり貯金しとかないとな。やっぱりかん。何？今流行ってるんですよ、一眼レフ。写メよりもよっぽど綺麗だし、こだわ。でもなかなかお金がたまらなくて、全然買えないんです。それが最近金銭感覚が麻痺してきちゃって、ちょっとの距離でもタクシー使っちゃったり、レンタルの延滞料金が気にならなくなったりとか。こんなんじゃいつまで経ってもカメラ買えないよ。どうだ？え、借金？ああ。それはそうかもしれないですけど、結局その後お金カメラのために頑張れない私が借金のために頑張れるとは思えない。せっかくですけど借金はできません。おしゃべりしてると、で、おすすめされたお店に実際行ってみると、すっごいよくて。なんだ。そうなのかな。だから同じお店にばっかり何度も通っちゃって。そうだな。とはいえ、そういう失敗も含めて、いろんなお店に行ってみようと思うんですよ。どういうところがいいのかな。どうだ。男の人って本当ラーメンが好きですよね。スープの味がなんとか系って言われても何のことか。そうだな。あー、それいいかも。本当ですか。実は行ってみたいお店があるんですよ。キリュウさんが一緒なら。いや。ありがとうございます。キリュウさん。いらっしゃいませ。
Ah!
なんだ？何があった？
いや、なんか爆発事故どこで。おい、あんた。キリュウ、だってさ、ハルカは。すまん、奴らまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ、ハルカはどうした。ほんの1時間くらい前だ。ハルカ、何してるんだ。私やっぱりここにいちゃいけない気がする。え、私キリュウのおじさんのこと好きだけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。ハルカ、だから私はいなくなった方がいいの。お母さんももういないし。本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。はるか！すまねえ、キリュウ。奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング？この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ？河原のシステムがダウンしちまってる。分からねえんだ。なら、しらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。ハルカの居場所が分かるかもしれん。分かった。おい、あんた、打ちのめすぞ。やんのか。
金よこせ。邪魔だ。
の名前はポケサーファイター青のギャングだったらな。はるかはどこ？ん？お前らがサイのか。頭おかしいんじゃねえか。知らねえよそんなか。やっちまおうぜこいつ。さっきはちょっと暴れ足りなかったしな。
前ら。あ、はい。俺らは、し、で、でも、白い剣。そうです。本当、すいませんでした。お前、しなけんなよ。どうぞ。おい、お前、とりあえず金出せ。なんだ。付き合いとかあるじゃん。
ちょっと下がろう。とりあえず金出せ。後悔するな。やめや。ここはおじさんの下っ端に断るって。お前らが怪我をする。面白い。なんだてめえは。はるかはどこだ。おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。やんのか、こら。ふざけんな、親父。やろ、舐めやがって。おい、この親父、ぶっ殺しまえ。
ルカをどうした？どこにやった？知りません。俺らはブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ？赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。どこにいる？劇場前の広場に。デブラっていうクラブが、そこが奴らのたまり場っす。キリュウだ。伊達だ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課に遥の捜査依頼があったらしい。一課に？どういうことだ？詳しいことはわからん。ただ遥は誘拐の被害者ってことになってる。東上会とは別の組織が動き出したんだろう。キリュウ、奴らより先に遥を抑えるんだ。急げ。分かってる。ハルカはどこだ？お前誰だ？口の聞き方に。やる。お前がリーダーか？違う。
こんなことしてタダで済むと思ってんのか。はるかを返せ。さもなきゃお前ら皆殺しだ。兄貴面白いぜこいつ。やれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。Yeah!
Hey!
こんなことして死んだも同じだぞ。ハルカはどこにあった？知らねえよそんなもん。待って、どこだ、ハルカはどこだ。俺らは金で雇われただけなんです。雇い主は誰に雇われた？なんかのです。子供は地下街の母さんのところに。ラウカロン。ラウさん、これは先ほどの祝杯に薬を入れました。キリュウさん、ドジマ組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか？何？偽造パスポートに2000万？我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。キリュウさんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。ではためなら足の一本や二本。すんません。長いは無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。奴が、ハルカを。キリュウ、ハルカは見つかったか？いや、まだだ。今サイの河原のお前のアジトにいるんだが、詳しい話も聞きたいし、一度合流しないか？分かった。
おい。ちょっとてめえ、その顔が気に食わねえ。なんだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。するね。
お。来たか。ハルカを連れ去った奴らは何？ああ、ギャングの奴がそうほざいた。ハルカは今横浜にいる。だとしたらジャカのことだ。何がまっきり準備ができたら声を。じゃあな。横浜へ向かう準備はできたのか？そうだな。わかった。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね？おう、お宅のジャカには30で文句ないやろ。 30? じゃあ島野さんは70ってことですか？いや、うちは50や。なら残りの20億は？おお、来たか。なら紹介するわ。これが5代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたが、この寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで、年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。ラウカーロンか。ジャカまで絡んでくるとはな。はあ、大丈夫だキリュ。ペンダントはともかく、連中がハルカを同行する理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に乗り込んできた9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ああ、ハルカが俺から離れようとしたって聞いたとき、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で、自分のしたことを信じてた時の気持ちを。今思えば俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、遥はあの小さい体で必死に歯食いしばってる。あいつが運命と戦うなら、俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。こいつがあのジャカのアジト。そうだ。伊達さんは例のハルカの捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか。悪いが今の伊達さんじゃ足手まといになる。はっきり言いやがる。分かったよ。すまない。死ぬなよキリュウ。お客様、お一人様でしょうか。ラウカーロンに伝えろ。
桐生一馬が会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。あの、お客様。Alright guys, so this is the place where we end in the video and we are going to continue playing chapter number 9 in the next video. Till then, have a great day and see you later.